せーの、金曜日の主歌集。FRI フライデーナイトの主歌集。FRI PLY from 大阪主歌集。ハッピーナイト Always everybody ハッピーナイト。金曜日の夜は主歌集。はい、ということで今週から、はい、今回からですね、金曜日の主歌旬というですねラジオをね、はい、やっていこうということで、うん、やっぱレギュラーラジオが欲しい。そう、ね、うん、昔ちょっとだけやってたことがあったんですけど、うん、まあ、今はちょっとね全員で持ってるラジオっていうのがないので、はい、ちょうどラジオやっていこうかなのって、よいしょ、 YouTube 当時やっていこうかなっていうことで、はい、今日やっていきたいと思いますが、うん、今回のメンバーはですね、私エヨンとゆうなとルナです。お届けします。よろしくお願いします。お願いします。まあね、あの毎週金曜日にですねこれやっていく感じなんですけども、毎週ちゃいますよ。毎週ちゃいますよね毎月ですね。毎月金曜日にね、うん、ちょっと時にやるって感じでやらせてもらうんですけども、うん、はい、まあでもほんまにこれきっかけに決まった、ちょっと嬉しいな。確かに、うん、こういうのがつながったら嬉しいよな。確かに、そうね。いやでもほんまに、うん、そんなこんなでもだって来年はもう10周年、うん、やーそうよ。どこでやる10周年ライブ。うわー、これさリアルにさ来年で考えてもらうからさ、そうむずいよな。リアルでいこう。え、リアルでいく、うん、うわーうわでも分からんからな、うん、でもルナはもう一回ビッグキャットで、もっと人入れたい。まあ、規制もあったからな、もともと。そう、コロナも何もない世界の時に、うん、はいはい、ビッグキャットで、なんかほんまにヒゲダンさんとかのライブを、うわ見に行ったりしてた、うん、あの客席をステージから見たいね。あっていうの。結構エモいこと言うな。うん、ある。どう、うん、言うのは。いいと思う、ビッグキャット。おぉ、ほんと主催者。主催者やで、だって、彼女は。いいと思うよ。主催者やで。だって800やで、ね。すごいよ、800って。ほんまに。やばいよな。うわぁ。うわぁ、なんかでも現実味あるな、めっちゃ。ある。うん、頑張らないと。でも来月には、今、七松放送やんな、これ。ちょうど1ヶ月後に、フェスやってんねんで。ウェーイって考えたらやばいよな。早い。うわぁ、そう、今ね、やばいやばい、収録してんのが、ちょうど、配信の1ヶ月前ぐらいなんですけど、うんうんうん、え、やばいよな。やばい。やばない。てるよ。やばい。え、服部緑地。だ、初主催フェスやからな。うん、そう。うわあ、そっか。1ヶ月後だ。どないやん。どないなんやろな。なんか主催ってあんまほんまにやったことないから。そうやな。そう、やりたかったやつがしかもコロナで全部。そうそうそう、そうね、なあ、できへんかったもんな。確かに、うん、去年は、うん、いやでも、え、ごめんごめんごめんな、ちょっとだけちょっと一個だけいい、何これ、あのゆうなの携帯でさ録音してもらってんだけどさ、はい、うん、ボイスメモに東京フラッシュって書いてんねんけど生誕祭でやる、バウンディーすか、うん、マジ熱い、やばー、熱い、ごめんごめん、気持ちの熱いが出た、ちょい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 、愛のバウンディー愛をさ、じゃあパッて言ってさ、今話してた途中で、うん、東京フラッシュ、ちょっと待てよと思って、東京フラッシュ君の目、いや最高、マジか、へー、うわー、ちょっと聞かせて、え、東京でしかやらんってことじゃあ、そう、東京の東京フラッシュと東京の自分で作ったやつと、あと東京っていうくるりのカバー、東京ばっか意識してくる、うん、なんなんだるいって、残らなあかんやん東京。今日もさ朝からさ、うん、まあ、夜行バスで大阪から東京来たんですけど、うん、で着いてからいろんなとこ回って東京の、うん、なんで、え、写真あ、東京高円寺と東京タワーと、うん、あとなんかいろいろ行った。逆に行かんもんな、一人で。確かに観光チックなとこって、うん、行かん。ルナたちさ、うん、普段車で移動してるじゃないですか、はいはいはい、だから富士山も東京タワーもスカイツリーも全部車の中から見てるねん多分、うん、確かに。だから行くわーってならんねんの多分。うわ、なんか今の歌詞隠したななんかごめん、俺できたわ、いや、もう印税欲しいからさ、歌って歌っていいよ、
いいやいや確かにね、あっためさしあっためさし、うん、あっためさし、確かにいいね、歌詞書かせてじゃボカロみたいにさ歌詞書いてガンバ稼いだろから思ってね、うん、誰に提供したい、誰に、あのデコさんとか、あボカロのね、あの、うん、とか私バンパイアの人とか、もう無理くりアドさんとかに渡したりちょっと歌ってみてくれへんよで、私ほんまにやっていいよで、ありがとうございます、印税いいな、ほんまに狙っていくわ、そういうの、確かに印税って大きいもんな、印税は大きいよ、うん、ね、すごいねんであんたらほんま、ほんまに最近そういう野望もあんねん、最近そうなん、テレビ見たらそのなんか全員印税に見えてくるねアーティストがほんまに作詞してますみたいな言ってる人が全員、あこの人あ印税やなって印税の目で見てしまう、提供とかな、あそうそう、確かに提供強いな、そうそう、あこの歌詞は僕が書きましたみたいな、うわ印税やって思っちゃうから、かだってさあいみょんさんが書いたさ、うん、ディッシュの猫とかさあれやばいやろな、確かにジャニーズさんとかいっぱい書いてる、自分歌ってないのに、やばい、本人が歌ってドワー言って湧いて、え、でもさ、もしさ、それ歌詞書いてる人がさ、歌下手やったらどうするの、で、本人歌ってみてくださいって言ってさ、猫になったんだよどうするどうする別にあるって。歌わんか。歌は自分の歌わないから提供するみたいな。歌わんか。あるし。あ、そうかそうか。うん、じゃあ、そうさせてもらいます。はい。ということで、まあ、話は尽きないですけどね。はい。まあ、金曜日のしかし、まあ、コーナーもね、うん、あの、何個か、用意しております。早速最初のコーナー。参りたいと思います。題して、除菌コーナー！イェイ！ということでですね、まあ、あの、私、エヨンがですね、あの、お便り、あの、皆さんからもらったお便りを読んで、お悩みを、まあ、きれいさっぱり除菌、解決、していこうというですね、コーナーでございます。はい。ありがたいことにね、これ一応最初なんで、初回なんで、ファンクラブの方で募集させてもらって、でも結構来てるんですよね。ね、嬉しいな。なんでまあ私も答えるけどさ、ちょっとみんなのこともさ言ってほしいけど、まあまあじゃあ呼んでもらおうかな、皆さんに。わかりました。じゃあまず一つ目、大阪府03。03、叶わない片思いは諦めて違う人を見つけた方がいいですか？え、相手だけはごめん、感情入れんなってなあとかお便りに、ね、諦めた方がいいですか？東京らしいからさ、師匠がいいですね。相手の気持ちがわからない感じなので、あーうわー、なるほどね。だから片思い、うん、叶わないって分かってる、思っちゃってるねんて。あ、思っちゃってるね。相手の気持ちがわからん状態、どう？正直もう除菌していいっすか？はい、はい、決めつけんだ、立ち向かえ、それで次ですか？そうやろ、うん、それ叶わないって誰が決めたん？自分やろ、自分で壁作ってんじゃんごめん、私もできひんと思ってることいっぱいある私だって未だに即電できひんもん、ごめん。ええちゃうのよ、やめや、ええとかは、ええとかやめや、倒立もできひんけどね。まあ、でも、うん、何どうぞどうぞ。でも、いや、それ叶わないって、まあ、思ってる方が逆に、なんて、自分にとっての保険になるっちゃなるね、うんうんうん、なんて言うんだろう。しんどくないねん、叶わんかった時に。だって無理やもん、だって最初から無理やったからって、うんうん、マジ泣きそうやわ。って思うけど、うん、でも、そのなんか違う人を見つけるとかで見つけるもんじゃないやん、好きって。気ぃついたら好きなってるやろなんで探すんなんで見つけるとか言うん、どうなんか制御してんじゃん、周りに。じゃあ周りってさ、ほんま身近におんもんちゃう心の拠り所なんなん、あくまこれふざけ貯金してます、ふざけ貯金でもさ、ほんまにさ、うん、ぶつからずに当たる、何だっけ、当たってくだけ、当たってくだけ、ね、ぶつからずに当たる、どんなに避けてるやん、ちょっとごめんなさい、ちょっと通るんで、ぶつからずに、大阪人なんて避けれます、さちゃうやん、ちゃうやん、めっちゃ器用やん当たってくだけるやろ、ぶつからずに避けんなよ、かわすがまい、ほんまに当たってくだけの精神は大事やと思うな、何に対してもね、うん、確かに。そうだってルナもな、学生の時に高校3年生の、うん、もうほんまに卒業12月とか、はいはいはい、うん、周りの友達がみんな男女関係なく、うん、なんかもう高校卒業したら合わんやん、うん、だから告白しても気まずくないからって言ってみんな告白してた、うわ、それでめっちゃカップルが増えてん、え、だから
ほんまに当たって砕ける精神って意外といけたりするから、うん、大事やと思う。いやそうちゃう。でも それめっちゃでかいんじゃん。すごいよな。いやだから決めつけん方がいいよ、うん、ほんまに、うんうん、だから違う人を見つけるという概念が私は違うと思いますね、うん、見つけるんじゃない、気づいたらそばにおるもんや。はい、次のお便りください。いいよ選んでくれて。結構ほんまにいただいてますから。そうなんですよ、ね、もうめちゃくちゃ長文の方とかもいらっしゃったから、うんうん、それはもう除菌できるかな。確かに、ね、あ、じゃあまずじゃあ上からいきますね。上からいくんかい、はい、埼玉県出身のはるさん、うん、去年から主歌手にハマった。ちょっとだけごめんな、出身かどうかわからん。今住んでるだけかもしれんからさ、勝手に出身って決めつけんのはやめろな。大阪出身で東京に住んでる人もおるわ。うん、埼玉県出身のって、なんで分かった、出生って思ったからよ。うん、なんで生まれた時分かったって知り合いかなと思ったからな。埼玉県のはるさんからです。去年から主歌手にハマった新参者なのですが、未だに推しが決められず、ライブ中は全員を見たすぎて誰を見ればいいか分からなくて悩んでいます。助けてください。もうほんまこれも答え出てるわ。ほんま言っていい、はい、え、推し決めろって言った。ごめんごめんな。でもあれじゃない、そのやっぱ全員にさ、うんうん、全員と写真を撮ろうとか大変やんか。確かに確かに。ああなるほどな、うん、逆に決めたいみたいな感じか、うんうん、5人おるしな、うん、じゃあどうする。まあでもさっきと一緒かもな、さっきの誰やったかな、最初のゼロさんと一緒かもな。なんか気づいたらメロってるもんやね。うん、そうなんかさ、この子だから、その最初はさやっぱ全員見るわ一旦、うん、でもさ気づいたらさ、あれこの子ばっか見てるみたいな、あれ黄色のブーツ履いてる、足の長いスラッとした彼女かっこいいな、あれ俺好きかも、これちゃうかな、うん、私はそう思うわけ、うん、そういう感じちゃう。確かにね、うん、まあでも決め、まあ確かに決めな、そのあれか、いろいろ大変か、ソロも多いしな。そんな全部行くってなったら、そうかそうか、確かに、ほな逆にあれかな、仕事いっぱいしたらいいんちゃう。なあ、違う違う違う、厳しいな、うん、優しい除菌するわ、じゃあ、私にしたらどう、うん、いいと思う、いいと思う、いいと思う、あ、じゃあ、一回お試し期間で、いや、確かに、あ、いや、それしよう、それしよう、確かに、2週間とかでやってみいひん、うん、推しをさ、2週間でもその子だけ見るっていうのやってみたら、いい、うん、意外と決まるかもしれない、確かに、おすすめします、おすすめします、おすすめします。大阪府。おい、レッドスターさん、うわ笑ってる、この子は悪いよ、皆さん名前だけで笑ってる、なんでか言っていいですか、皆さん、私のことを一番長い期間推してる人だからって。レッドスターさん、笑ってるやん。梅雨で傘を持っていく機会が増えますが、電車乗っていると自分の傘が邪魔です。座った時でも立つ時でも自分の傘が邪魔で仕方ないです。何かいい解決方法はありますか。一日中絶対雨が降る時なので、折りたたみ傘ではなく手で持つ傘です。なるほどね、ちゃんとしてるのよ。ちょっと待って、あのな、要はな、その自分に対しての何かと思ったらごめんやけど、うん、このいつもすごいもうあの名物ファンと言っても過言ではない。そうそうそう、私のことを唯一名字でライブ中に呼ぶ男、うん、それがまあレッドスターさんなんですけど、いやちょっと真面目すぎたな。何で傘、うん、で分かるけど、うん、うん、じゃあ電車乗んねや。でごめん、それも意外やわ。確かに、何線乗ってんやん。自転車こいでそうやもん。確かに、エオンのイメージ、自転車爆速してそうやもん。立つときは邪魔じゃないかな、うん、でも確かにさ、あれさ、濡れてる、濡れてるときだるない、うん、めっちゃ座ったらさ、そう、ちょんまりええわ、しかも満員やったときさ、自分のさ足と足の間に挟むしかないやん、はい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 、でもそれで生足やったときとかベッタベタなるしさ、あ、なんで生足やったらベタベタなの。え、なんか雨ってベタつかん、あ、湿気でってこと、うん、うわ、それ経験ないな。そう、なんかあんまり好きじゃないな。え、これむずっ、もう一回もう一回もう一回。ちょっと待って、何回も読むもんじゃん。あれっすね、だからもういいんちゃう、いっそのこと濡れたら、いっそのこと傘ささんと濡れたらいいんちゃ
いや、それはちょっと。ちょっと風邪ひくよな。うん、もう絶対風邪だけは引くなよ。大事だから、君のことは。だから、まあ、どっちかっていうと、な、でも折りたたみ傘は嫌ってこと？あ。なんで折りたたみ傘嫌なん？大変だもん。あれ邪魔やんな、いちいち折りたたむとき。折りたたみ傘ってさ、持ち運ぶときいいけどさ、畳むときだるいよな。袋なくすし。でもあの、ジャンピング傘、ジャンピング傘って言ったよな、そういえば。何それ。うわ、ほら、世代ちゃうからやわ。え、いた、ごめん、消えて落ちた。え、じゃあなんかさ、昔、普通にその、ポチって押して開く傘がなかったから、もともとな。あの、指挟む系のやつじゃなかったよ、はい、身挟むやつ。うん、からジャンピング傘って言うの途中から私だけ時代違う生きてた、うん、ごめんちょっとタイムスリップごめんごめんごめんでも、うん、あだから何やろどうしたらいいんやろでもさ今さ、うん、こう傘さしてさ、うんうん、普段の傘ってさ、うん、こう濡れてる側が外になるやん閉じるとき、はいはいはい、でそれが内側が外になる傘があるの知ってるあるそれ買ったら確かにあ、言おうと思って嘘つけ嘘つけいやほんまほんまうわ言われたいいとこ取るやんえ、待ってあれやろあの表になる傘やんなわって言われたやばあげたら予想が あげるわあげるわいつもじゃがりこじゃがりこもらってばっかやろあれカスターさんに、うん、そうやほんまにほんならじゃがりこの新作と交換で、うん、あの表と裏が逆の傘をプレゼントしたいと思いますおめでとうございますちゃうねほんまにはいということで続きましてのコーナーですね、はい、スクープ探検隊わっしゃーいギョロリン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 ってなんなほんまに絶対こっちやろ探検隊のほうごめんなさいねほんまに、はい、ほんまにあるある探検隊こちらはですねまああのまあ最近のね音楽とかまあまあ身の回りの私たちの周りの音楽だったりとかニュースにねスポットを当ててねちょっとちょっとすいませんもしかしたら若干入ってるかもあのルナの耳打ちのニュースがあの本当に恥ずかしい私としたことがあのニュースが言えなかったんだよねあの耳打ちのニュースが入ったかもしれないけども、うん、そうそうだからもうそうええー、やん別にそれは、うん、だからまあまあまああの身の回りでねやっぱ仲いいさアーティストさんとか、うん、おるんよいろいろ、うんそういう人たちのさ、ここやっぱすげえなとか思うこととかさ、なんかガンガン言っていきたい実は、うん。けどあんまり言う機会ない、うん、言わしてよ、うん、そんなコーナーや。いいよ、今前髪直してくれやんで、ラジオやねんから。気になるボサボサでもかまへん。そうね、ほんちゃんってさ、喋ってるとき髪の毛ずっとかけやんねん。触んねん、触んねん、くせやねん。ボサボサ。ねえ、いいねん、別に。冗談子二つやねんから、あんた。うん、ほんまに。ルーパルーパーちゃんやから、今日。すいません。はい。マジン。ということで、まあまあまあ、うん、まあ最近出たさ、一個絵はほんまにこれ話したかった。はい。なんですか？のが、あの、やっぱ、ワースターの葉月ちゃんの卒業、うん、ちょーっと衝撃やった。ねえ。びっくりした。だいぶびっくりした。やっぱり、その、なんやろ、ティフでね、東京アイドルフェスティバルでコラボさせてもらったりとか、うん、あ、ごめんなさい、私はしてないわ。私、してないっすよ。私、あの、可愛い担当じゃなくて、私してない。はい、選ばれてないね、メンバーに。来たやんちゃうねんウルトラみたいなやったらあんたらウルトラミラクルファイナルズルナとユナちゃんがうん私やってないだって可愛いと感じるからあんたレオンちゃん誰ともコラボしないあんた誰ともコラボしないあんた私コラボとかさせてもらいましたけどって言ったけどしてないよするかできるかなあバー乱せやろほんまに可愛いやん可愛いありがとうなちゃうやんちゃうやんちゃうやんそれハーチンねまあまあそのコラボとか、うん、まああのレーベルも一緒やったりとかしてそうそうそうまあほんまに結構ルナとかルカとかとめっちゃ仲いいし。そう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 。そう、うん、そうそう。オムライス食べに行ったりもしたな。なんか何人かで。なあ、行ったよな。原宿でな。ちょうどこの3人プラス、元メンプラスルカで。そうそうそう。オムライス食べに行ったりとか、急にな。そうそう、うん。行ったりとかしてるぐらい、まあまあ、あの距離が近いというか、まあ身近なグループで、ね、なんやろ、全くさ、なんていうの、グループの方向性とか、なんていうの、うんうん、イメージングじゃないけど、は違うけど、うんうんなんかエオンはすごい尊敬してて、いやだってちっちゃい時からやってて、なんかみんなそれぞれがグループのこと好きやなっていうのめっちゃ感じてたから、うん、だから好きゆえのなんやろなっていうのなんか卒業文読んでて、うん、わかる、そう思ったから、なんかそうシカシュンとなんか似てるっていうか、うん、その卒業他のメンバーの、うん、あの背中を押すメッセージを見て、うん、
そうやんなみたいな、友達やもんなってなったさ、うん、だから友達の夢を応援、うん、メンバーとしてもそうやけど友達として背中を押すよなっていうのをすごいなんかワースタの他の4人のメンバーの分を見て思った、うん、確かにシカシュンと一緒似てるって、うん、かっこいいかっこいい、うん、あと今日言うな六本木にホテル撮ってたんやけど、うん、でそこに向かう途中に、うんうん、六本木シアターミ、うん、ックシアターであゆくまさんが今日卒業ライブらしくって、うん、そうや、そこの六本木シアターの表のところにあゆみくりかまきなんちゃらかんちゃらって書いてて、うわーってなった、うわーそうやー、ちょっとなー、おい今結構時期的にか、ね、タイミング的になんかもやけど、その卒業とかさ解散とか結構続いてて、うん、そうやね、あゆくまさんもめちゃくちゃ今日かーってなった、そうなのよ、ついにかーってなった、そうついにかやんな、うん、そうやな、別にその元々知ってたわけとかじゃないけど、うん、だから皆さんと同じタイミングで知った感じやけどさ、うん、え、ほんまになんかこうじゃすごいねんな、やっぱりあのなんていうんやろ、そういうあゆみくりかまきさんとか、うん、もそうやし、私がお世話になってたって言ったらパスポさんとかもそうやけど、うん、あとベイビーレイズジャパンさんとか、うんうん、解散した方でもそのなんていうんやろ、やっぱ売れてる人、うん、こうなんか上に上がっていってる人って、うん、ほんまに根が優しいのよ、わかるし、ちょっとお前言葉足らずやけど、いやほんまになんかその、分かる、ほんまに、ほんまにエオンらが、シカシュンがクソガキの時から、うん、ペーペーの時からこう、そうそう、いろいろやってくれたりとかさ、してもらってるからさ、うん、そうやね、ちょっとほんまに分かる、変わらんのよな、だからすごい、ね、対応もずっと丁寧やし、ずっと優しいし、ずっと変わらんのがすごい、うん、アプガさんもさえね、今日楽屋でも、そうそうそうやん、一生初期の大阪瞬間シューターですのポーズいじってくんねんな、うん、超笑顔でな、そうやね、パッて見たらこっち向いてそのポーズで待ってんねんなあれだ、ツッコミ待ちしてんねん、あずさちゃん、あずさちゃん楽しみでもあるようになっちゃった、ほんまにかぶった時はもう怖いもんな、楽屋がおるんちゃうかなって思ってパッて見たら待ってるもんな、鼻のポーズして待ってる待ってる、ぐーこっち見てダーッ言うて、もうやってないんすよそれ言うて、なんか言ってるっていう、これもうやってないんすよそれって、でほんな今何やってんのって、今何もやってないっすわっていうの、これ多分3回ぐらいやってんねんなずっとやってる、そうでも毎回なんかファーストリアクションみたいなすんねんな、あずさちゃん、いやわ、うん、いやでもほんまに、そうそう、いやでもほんまに多いけど、みんないい人だからね、うん、いやほんまにそうだよね、そう、私はそのパスポさん、うん、があの森しおりさんとめっちゃ仲いい、うんうんうん、しおり姉ちゃんって呼んでるけど、うん、姉ちゃんとめっちゃ仲いいねんけど、そのほんまにシカシュンがまだ TIFF 出始めた時、うん、2年目ぐらいの時に思いっきり私が TIFF の初日で喉つぶして、うん、ほんまに声出やんくなって、でも結構その時パートもいただいてたんで、うん、歌いきらなあかんけどほんまに声出えへんって時に、なんかちょっと後でおいで楽屋って言われて、うん、その森氏がその何のど飴とか、もう喉に効く薬をめちゃくちゃくれてん、そう、少しその時にほんまにすげえなと思って、うん、そこまで気遣ってくれる人っておんねやと思って、うん、言うたらまあまあまあ、その別にライバルじゃないじゃないけど、うん、まあ、言ったら同じ業界で戦う一人なわけであって、うんうん、別にいいようになれってまあ思なんていうのな、うん、思わんことはないけどさ、なんかそう、うん、それをほんまに心底やってくれてるのがすげえなって思ったし、うん、そういう人に自分もなりたいなって思いましたよね、うん、確かに、ちょいこと言ってるから、うん、はい、いやんじゃないね、えでも最近行ってたやんな、あのユーナラキアさんの、ラキアさん、ね、そう去年とかの、ツーマンに、うん、出てもらってるわがままラキアさんの、ツアーをやられてて、うん、それのセミファイルなるかな、うんうん、大阪ナンバー8でやってるのを見に行ったんですけど、めちゃくちゃかっこよかった、なんかちゃんとワンマンとかライブを見させてもらうのが、まあ、ライブあるかな、ワンマンを見させてもらうのが初めてやって、うん、やばかった、曲がかっこいいのはそうやし、うん、一人一人の個性もめっちゃ立ってて、うんうん、なんかソロコーナーみたいなをやってはって、で、あと見に行きたかったな、全部が良かったね、ちゃんと照明も、はい、センターもバンドも、はい、ライブも、うん、一つに向かって、そうそうそう、向かう方向一緒やねんなって思った、うん、お客さんも合わせてんな、わあ、カッチなお客さんも合わせな、うん、めっちゃ良かった、ほんまに、エコーかけたかった今、うん、
かけといてください、ね、そうさ楽屋挨拶行ってさ、うん、でりんちゃんとなんかめっちゃほんまにかっこよかったみたいな言ったり、うんちゃん泣いてさ、うん、言うのもなんか泣いてもってそうの見た何で泣いたんやろと思って2人がなんかめっちゃ泣きましたみたいな何をそんな楽屋挨拶で泣くことがあると思う、うん、なんかゆうなちゃんが語ったんかな、うん、いや全然コラム口調でねずっとかっこよかったって言ってただけ、うん、へえいやでもかっこいいよな、うん、台湾しか見たことないけど、うん、でもやっぱ台湾で刺さるって結構そうそう強いと思うねんなやっぱり、うん、長く見てもらったさ長く見てもらっただけのさやっぱスタイルでもんが長いからさ、うんかうん、かすごいと思うな確かにないいやなんかルナはあれやな話がめっちゃ初めに戻んねんけど、うん、あワースタそうワースタの、うん、あのハーチンの卒業を見て、うん、うわマジかと思って、うん、ワースタさんが6周年の時にまだ発表してなくて、うん、なんかずっと変わらずやってきたメンバーでみたいなのをみんなが書いてて、うん、あすごいなって思った、まあ、何日後かにハーチンの発表があって、うん、でその東京でシカシュンがアンナちゃんの卒業公演、うんうん、はいはいはい最後クワドロかそう、はい、東京最後の日にワースタのルカが来てくれて、うん、なんかめちゃめちゃ泣いてうわーいやなそれ先言おうかもやったなうわそれかな気づいてなかった多分その時、まあ、メンバーやからそれハーチンが自分のグループからメンバー一人卒業してでシカシュンが仲いいし、うん、同じ状況なやったわけやけど、はいはいはい、ルナらは知らんかったんか、うん、なんかすごいいろいろ考えたんやろうなっていうのを思ったな発表見た時に、うん、いや重なるよね重なるよなと思ってなんかだからルナらがしかも東京最後やったから、うん、結構ズタボロになって、うん、なんか涙のライブやったから、うん、なんか余計なんかなん鮮明に卒業の日をなんか想像してしまう日になったんかなとかすごい思ったな発表見た時に、うん泣いてくれてたもんなめっちゃ泣いてたからわあそうか寂しいってめっちゃ泣いてたなんかそういうのもあったんかなわいろんな意味の寂しいやったんやそう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 もうかあのハーチンの顔はええよ、うん、分けてほしかったなマイネちゃんもずっと言ってるそうマイネちゃんハーチンハーチンまあマイネはちょっとおかしいけどな唯一ハーチンのことはハーチャンって呼んでるずっとやってる逸材ですよあれの違和感だけは拭えんかったな、うん、はーちゃんねはーちゃんかわいいいやいやはーちんやって誰もはーちゃんって呼んでないでそうずっとはーから始まる人ではーちゃんって呼ばれてる人おる周りで川口春奈さんぐらいはーちゃんはーちゃんちゃ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 それぐらい二択なのよじゃあ、うん、なあほんまに見に行きたいな、うん、行きたい見に行きたいなラストなうんそう9月にもなんかやるらしいで、ね、ゼップナンバーハッチ、うん、ツアーでおー見たいな行きたいあ見たいなそれはうんちょっと泣いてしまうねいや泣いてまうねなあ泣いてしまう5人のそうやな、うん、ワスターを知ってるからな違う誰な誰なお前誰な誰なんで生きてる昔のプロマイルとか持ってるからなあ違う私持ってるからね怖いいつでも持ってるからね怖い卒業した後は携帯の後ろにでも入れようかしら怖いハーチン怖くてもうハーちゃんやめてよハーちゃんのことはハーちゃん頑張ってねいやほんまに、ね、それぞれの人生がありますそうですよ人生楽しんだもん勝ちそうロックショーということでね、はい、またこの曲もライブに来て聞きに来てくださいよ無理だろまとめ方そんなライブがそんなライブがいつあるんですかどうエンディングエンディングエンディングやんいいやんいやもう初回やから許してや、うん、頼むわマジでほんまごやれ言うてということでですねあキンキンですとねはい、うん、まああのいろいろ決まってましてなんと7月18日に広島でのイベントが、はい決まっております、はいうん、まあ、 あの8月はなんといっても15日服部緑茶が音楽堂で初主催フェスですよそうですよなんだっけミュージックモンキーフェス2021ということで、まあ、2021でつけてる意味をね、うん、感じてほしいやっぱりそう、ね、その来年も再来年も続けてやっていきたいっていう思いとかもありますんで、うん、やっぱりちょっとまたあのねお時間とか許す限りぜひ来ていただければなと思いますあのもろもろはね、まあ、詳しいことはツイッターとかインスタ、はいまあ、ホームページを見ていただければなと思いますのでよろしくお願いいたしま す,、はい、しお願いします。まあ初回はこんな感じですかね。そうですね。いやでもほんまにレギュラー持てたらいいなーなんて思いますけどね。でもこれレギュラーっすよレギュラーっすよねレギュラーなんですけど
ほんまにもうぜひよかったらちょっと大阪新幹線のレギュラーも出したなって思ったらぜひともお声掛けください。本当にお願いします。お願いします。ということでまた来月、はい、お耳にかかりたいと思います。今回のお相手はエオンとユナとルナでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。